結婚するから。嘘でしょ。突然の結婚報告に祝福ではなく目を見開いて驚いた。だって彩音は無職でほぼ引きこもり状態のゲーム依存、男性と交際している様子すらなかったのだ。ほらな、俺の言った通りだろう。しおりより先にいい男を捕まえて玉のこし。しおりはまず彼氏の作り方を勉強した方がいいんじゃないか。ああ、あやね、教えてやれよ。いいよ、授業料100万でどうですか。それはそれは勝ち誇って、あやねと和俊は笑いが止まらない。お母さんも来てよ、結婚式。お姉ちゃんにも連絡しておいて。まあ一応家族なんだから。あやねの口から家族という言葉が出てきて寒気がする。誰が家族だって。私はいつまであやねの母親をやらなければいけないの。もういっか。あ、なんか言った。あやねの結婚を心から祝福できないから私はもう母親を辞める。私は清水智子、50代半ばの母親だ。子供は娘が2人いる。それに夫の和俊との4人暮らし。娘たちは健康で無事に成人したけれど、私の子育ては失敗だったのかなと思い返してしまう。長女のしおりは落ち着いた性格をしている。決して優秀ではない私と夫の間から生まれたとは思えないほど、学ぶことが好きだ。ねえお母さん、私小学校のお受験したい。4歳の頃、どこで情報を得たのか受験したいと言い出す。受験といえば高校からの私たち夫婦は目を見合わせた。まあ本人にやる気があるのならと受験対策の幼児教室に入れると、さらに勉強の楽しさに引きつけられて生き生きとしている。あっという間に成績が伸びて私立の小学校に合格した。和俊は、トンビが鷹を産んじゃったなと笑う。そんな優秀なしおりを見て育ったのは4歳年下の妹あやねだ。物静かなしおりとは反対に要領がよく可愛らしい。自然と彩音もしおりと同じ小学校に通いたいと希望した。同じ幼児教室に入れたけれど、彩音の成績は正直言って今一つ。でも本人はさほど気にしている様子はない。ねえねえ、次のテストでもっといい点が取れたらお菓子買って。子供らしい子供だ。優秀で何でもそつなくこなすしおりの子育ては楽だったけれど、こういう手がかかる子供らしい子も可愛い。我が家は受験に本気というわけではないので、あやねの成績は大して問題に思っていなかった。ところが風向きは急に変わる。あやねが年中の年に義父が亡くなり、義母との同居が始まった。義母にとって私立の小学校に通っているしおりは自慢の存在らしい。あやねちゃんもしおりちゃんと同じ学校に行けるの楽しみね。普通の子は近くの公立小学校に行くから、私立小学校に行く子は特別なすごい子なのよ。制服もお上品で可愛いよね。絶対あやねちゃんに似合うよ。人好きのあやねは義母によく懐き、テストの点数が良ければご褒美にお菓子やおもちゃを買ってもらい、点数が悪くても慰めるために買ってもらう。やっぱり要領のいい子だ。けれど少々甘やかしすぎに感じるので義母にお願いしたことがある。あやねはお菓子やおもちゃを買ってもらえて当たり前になってるみたいです。できれば目標を達成した時とか誕生日とか特別な時にだけプレゼントしてもらえないでしょうか。なんで？私が私のお金で買ってあげて悪いの？あなたに迷惑かけてるかしら。義母は聞く耳を持たなかった。心配していた通り、あやねはわがままに育っていく。あやね、ご飯の前におやつは食べないよ。こんなちょっとした注意にすら過剰に反応して、
いきなりギャーッと叫ぶ。すると義母が駆け寄ってきて優しく抱きしめるのだ。胸の中で泣きわめく綾音の頭を撫でると魔法の言葉を義母は言い放つ。綾音ちゃんは悪くない。義母は私をにらみつけながら綾音をあやした。お母さんは怖いね。おやつくらいいいじゃない。お腹空いてたんでしょ。お勉強したら疲れたね。頭を使うとお腹が空くんだよ。よしよし、綾音ちゃんは悪くない。私を悪者に仕立て上げる義母の態度に腹が立つ。でもそれ以上に義母から怒られている私の姿をニヤニヤしながら見てくる綾音が怖い。どうしても義母が綾音をかばってしまうが、綾音への注意は根気強く続けた。いくら悪者になろうとも我が子を見捨てるわけにはいかない。意地悪で小言を吐いているのではなく綾音のためだ。わがままが許されるのはまだ小さな幼稚園児や小学生のうちくらいだろう。和俊にも当然相談している。ふん、やっぱ孫は可愛いんだね。どこの家でもおばあちゃんってそういうもんだよ。話にならなかった。厳しいお母さんと優しいおばあちゃんでバランスいいじゃん。綾音のわがままっぷりは彼も熟知しているのに、のんきなものだ。わがままな綾音の相手をするのが面倒なのか、和俊もかなり甘い。でも、私が言いかけたところで和俊は、はぁ、とわざとらしいため息をつく。綾音はまだ幼稚園児だよ。なのにお前は怒ってばっかでかわいそうじゃん。お前の厳しいしつけが目に余るからお母さんが助けてやってんじゃないの。っていうか、いろいろ買ってくれるお母さんに感謝してる？綾音にあれこれ言う前にお前はどうなんだよ。それならポテトチップにケーキ、ついでに菓子パンを何口かかじって放置する行為もまだ幼稚園児だもんねと許せというのか。好きなものを好きな分だけ食べて、夕飯の野菜は一切手をつけない。さらにはテレビにかじりつき、それを咎めたら専用のタブレットを買い与えられた。幼児教室の宿題は義母に答えそのものを教えてもらう。ここまで好き勝手にしていたら将来が心配だ。問題は綾音ではなく、甘やかしすぎる義母と和俊。どうにかして綾音の軌道修正を試みてきたが、決定的な事態が起こる。私立の小学校に落ちた。不合格。ろくに努力してこなかったのだから当然の結果なのに、義母と和俊は私を責める。ほら、お母さんが怒ってばっかりいるから綾音ちゃんは実力を発揮できなかったの。そうだ、しおりの時には褒めてばっかだったのに綾音には怒ってばっかだったもんな。不公平で理不尽な育て方をしたから受験失敗したんだよ。綾音にまでじっとりと睨まれた。それはわがままな幼い子供の目とは違う。完全に私への強い怨念を感じた。それ以来、義母、和俊、綾音の三人から私は敵視されている。矛先はしおりにまで向けられた。わざわざ電車に乗って小学校に通うなんて異常よ。綾音ちゃんは普通の子でよかったね。自慢のしおりすら綾音を慰めるための道具に過ぎない。無駄金を使わないで勉強できる綾音は偉いな。これが普通なんだよ。おかげで綾音は不合格のショックからいち早く抜け出し、幼稚園の友達と同じ公立小学校に通えることを喜んだ。綾音は小学1年生、しおりは小学5年生。もちろん勉強の難易度は大きく異なる。それなのに宿題のひらがなプリントを5分で終わらせた綾音は義母にもてはやされた。まあ、もう宿題が終わったの？やっぱり綾音ちゃんは天才ね。えらい。じゃあおばあちゃんと一緒にデザートでも食べに行こうか。大喜びする綾音を抱きしめながら義母はしおりを一別する。しおりちゃんは、ああ、まだ宿題が終わらないのね。待ってあげたいけど、
遅くなるからあやねちゃんと二人で行ってくるよ。そこでしおりが私も行きたいと声を上げずに黙って机に向かっているから、義母はますます可愛げがないと思ってしまうのだろう。10歳にもなれば他人の悪意は感じ取れる。義母としおりの中は冷めきっていた。あのお母さん、デザートを食べに行くならしおりも一緒に連れて行ってくれませんか。しおりも甘いものが大好きですから。こんな頼み事すら地雷になりかねない。あやねちゃんが宿題を頑張ったご褒美なのに、どうしてしおりちゃんが出てくるの？私たちがしおりちゃんを待たなきゃいけないの？あなたはね、しおりちゃんばっかりかばって、またエコひいき？あやねちゃんがかわいそう。本当にお母さんはお姉ちゃんが一番なんだ。どうせあやねは受験落ちましたようだ。二人ともひねくれた解釈をしてギャンギャンと騒ぎ立てるのだ。私が間に入って仲を取り持とうとしたり、義母に苦言を呈したりすることは多々あったが、どうしても逆効果になってしまう。こんなことが続けば、しおりが義母とあやねから距離を取るのは当然だ。言うまでもなく和俊は頼りにならない。甘やかされるばかりのあやねのわがままは加速していく。私は間違ってない。お母さんがバカなの。バカバカ。宿題の丸付けをするのは私の役目だが、もし間違いがあればあやねはプリントやノートを引きちぎってしまう。当然あやねのノートはボロボロで鉛筆も折れている。これを学校では母親と姉にやられたと嘘をついているらしい。けれど性格の荒さは隠しきれず、たびたびトラブルを起こしては私は学校に呼び出された。香り付き消しゴムなんか私何十個も持ってるもん。そうだよね、おばあちゃんがたくさん買ってくれているよね。でも盗んでない。学校では家庭のように癇癪を起こして泣きわめくことはないが、手癖が悪く友達の香り付き消しゴムやキャラクター鉛筆を盗んでしまう。本人は認めないけれど、まだ幼い子供のやることなんかバレバレだ。いくら義母から物を与えられても心は満たされていない。いけないことはきちんと叱って、けれどあやねの心にも向き合う。私の母親としての努力は無駄だった。ある日、義母とあやねの会話を聞いてしまったのだ。またお母さん学校に呼び出されてたね。あやねちゃん、欲しいものがあるならおばあちゃんが買ってあげるよ。義母もさすがにあやねの手癖の悪さは心配していたらしい。ところがあやねは肩をすくめて笑った。え？鉛筆なんか欲しいわけないじゃん。お母さんがすみませんすみませんって泣きそうなのが面白いだけ。母親の私が先生や友達、保護者に頭を下げる姿を楽しんでいたというのか。本心を知った義母は驚くでもなく、なんだと一緒になって笑う。たった6歳の我が子に恐怖心を抱いてしまった。あやねはもともとは愛想を振りまく要領のいい子だ。小学2年生になる頃には問題行動は嘘のように落ち着いた。でも家庭では傍若無人なお姫様。あやねの願いは何でも叶い、与えられたゲームに没頭しすぎても褒めたたえられた。あやねはすごい集中力ね。ゲームは頭も指も同時に使うから勉強に生かされるんだ。あやねは将来大物になるぞ。本当のところ、あやねのわがままに応じるのが義母らも大変で、ゲームに子守をさせている。私の存在が邪魔だとしても、あやねが何時間もゲームにかじりついていたら放っておけない。私が注意するとあやねが反発し、義母らがかばう。悪循環はいつまでも続いた。けれどこんな暮らしの終止符は突然打たれる。義母が亡くなった。100歳まで生きそうだと思っていたのに、意外にも急病であっさりとこの世を去る。
本音を言えばほっとした。あやねを甘やかす元凶がいなくなったのだから。大丈夫、根はいい子だ。あやねはまだ小学生、軌道修正はきっとできる。それから1年、2年、性格はそう簡単に変わらないが、時間をかけて粘り強く。時間はあっという間に過ぎ、あやねはもう24歳になった。大学を2回も留年し、あげく退学してニート生活をしている。ああ、Wi-Fi 切れたんだけど。マジありえない、こんなクソババ電子レンジ使っただろ。あやねは恥ずかしげもなく叫んだ。それを聞きつけて和俊まで応戦する。ああ、あやねがオンラインゲームしてるって見りゃわかるだろ。そりゃねえよ、ゲームだからってバカにしてんのか。他人とガチでバトルしてんだからな。おにぎりを温めるよう要求してきたのはあやねだが、正論は通じない。はいはい、ごめんなさいね。彼女らと真正面から向き合うのも疲れてしまった。何その言い方、絶対バカにしてる。どうせお姉ちゃんと比べてんでしょ、うざすぎ。あやねの言う通り、無意識に比べてしまうのは仕方ないと思う。家ではあやねと和俊が常に騒がしく、喧嘩までふっかけてくるのに、しおりはまっすぐに育った。きちんと大学を卒業して就職し、現在は一人暮らしをしている。姉妹なのにどうしてここまで真逆になってしまったのだろう。比べられたくないならあやねもしっかりしなさいよ。学校辞めて仕事もしないでもう1年だよ、これからどうするの。つい早口で責めてしまった。当然あやねの目はつり上がる。は？うっざ、あんたの世話にはなってませんが何か。和俊も唾を飛ばして叫んだ。そうだそうだ、お前は小遣いもあげてないじゃん。あやねの世話は俺がしてやってるけど。息を吸い込んで反論しようとしたが、和俊がぐいっと顔を寄せる。まあ女は結婚するから別にいいじゃん。仕事バリバリのしおりより可愛げのあるあやねの方が結婚に向いてるよなあ、あやね。うん、お父さん。また適当なことを言ってと呆れた。でもなんと半年ほどしてあやねからいきなりすぎる報告を受ける。結婚するから。嘘でしょ。突然の結婚報告に祝福ではなく目を見開いて驚いた。だってあやねが男性と交際している様子すらなかったのだから。相変わらずゲームばかりの毎日だった。オンラインゲームで仲良くなったの。今時外に出なくちゃ出会いがないって考え方は古いんです。しかもだ、相手は IT 企業の社長で、あやねの気持ちに寄り添ってくれる非の打ちどころがない優しい男性とのこと。ほらな、俺の言った通りだろ。しおりより先にいい男を捕まえて玉のこし。しおりはまず彼氏の作り方を勉強した方がいいんじゃないか。ああ、あやね、教えてやれよ。いいよ、授業料100万でどうすか。それはそれは勝ち誇って、あやねと和俊は笑いが止まらない。マサル君ってばほんと優しくって、結婚したら私ん家に来てくれるんだって。やっぱ他の家に引っ越すのはめんどくさいから助かる。あやねの言っている意味が理解できず頭を抱える。この家にあやねの結婚相手も住むという意味なわけない。多分違う、違うと言ってほしい。口も挟めずにただ呆然と聞いていた。そんで来週だろ。うん、お父さん泣かないでよね。私を置いてきぼりにして話が進む。もしや、続きを聞くのが怖くなった。泣いたっていいじゃん、身内だけのちっちゃい結婚式だし。身構えていなければそっとしていただろう。結婚式、それも来週。私の知らないところですっかり準備は進んでいたようだ。常識的に考えて
まずは両親への挨拶があるはず。母親が娘の結婚相手の顔も知らないなんておかしい。そう訴えても、どうせ考えが古いと笑われるに決まっている。この結婚、本当に大丈夫だろうか。お母さんも来てよ、結婚式。お姉ちゃんにも連絡しておいてね。なあ、一応家族なんだから。彩音の口から家族という言葉が出てきて寒気がする。誰が家族だって？私はいつまで彩音の母親をやらなければいけないの？もう、いっか。あ？なんか言った？彩音の結婚を心から祝福できないから、私はもう母親を辞める。翌週の日曜日、ついに彩音が結婚する日を迎えた。未だに私は結婚相手の顔も名字も知らない。分かっているのはマサルという名前だけ。私とお父さんは先に行くけど、11時には式場に来てよね。彩音と和俊はルンルンと出かけていった。マサルには悪いけれど、私はその結婚式に出席する気は鼻からない。もしかすると彩音から挨拶は不要と言われていたのかもしれないが、普通なら母親に挨拶しないまま結婚式の日を迎えるなんておかしいのだ。おそらくはマサルも彩音と同じような人なのだろう。お母さん、お待たせ。彩音らが家を出発してすぐ、しおりが大きな車で家に来てくれた。車に荷物を積み込んでいく。忘れ物はない？うん、大丈夫。さ、早く行こうか。もちろん二人で彩音の結婚式に出席するのではない。テーブルには記入済みの離婚届と結婚指輪を置いた。和俊、そして彩音を捨てる覚悟でこの家を出ていくのだ。彩音もしおりと同じ大切な我が子。不幸になんかなってほしくない。でも彩音はもう私の手から離れた大人だ。はじめこそ義母や和俊の影響で私を見下していたけれど、今は自らの意思で私を拒絶している。大人によるすり込み、彩音も被害者。そんな思いで接してきた19年、何もかも無意味だった。20年目で呪いが解けたかのように彩音と和解できるのか。いや、できないに決まっている。ここで見切りをつけることをどうか許してほしい。時刻はもうすぐ12時。新居でしおりとのんびりお茶を飲んでいると、テーブルの上でスマホが振動する。電話をかけてきたのは彩音だ。確か11時には式場へ来るようにとのことだったので、そろそろおかんむりだろう。そのまま電話に応答することなく、30分、1時間と時間は過ぎていく。彩音と和俊が交互に電話をかけてくるから、スマホは鳴り止む暇もない。せわしなく震えるスマホが彩音らの焦りを表しているようだった。式の開始時間もとうに過ぎた頃、諦めたのか着信は鳴り止んだ。けれど夕方になってからまた着信の嵐が再開する。家に帰ったんじゃない？そうだね。一言別れの挨拶くらいしてあげようか。無視を決め込んで5時間後、ようやく通話ボタンを押した。もしもし。てめえ、なんで結婚式に来なかったんだよ。思わずスマホを耳から遠ざけた。スピーカーにする前なのに、キンキンと甲高い彩音の声が部屋に響いている。そばにいたしおりもたまらず耳に人差し指を当てて苦笑いした。どこの式場で何時からかも聞いてないのに、どうやって行けばいいの？招待状はもちろんもらっていないし、口頭でも伝えられていない。ただ二人の会話から情報は読み取れたが、招待らしい招待もされていないのに、わざわざ着飾って行ってやる必要があるものか。はあ？
なら聞けばいいじゃん。せっかく来ていいって言ってやってたのに。ありえないわ。とりあえずご祝儀だけ出して。親なら最低100万、結婚式をバックレた罰として300万で。今回の式はお互いの両親兄弟だけが集まって行われたらしい。ウェディングドレスが着たいという綾音の希望をマサルが叶えてくれたのだけれど、所詮コスプレ感覚。私たち家族に晴れ姿を披露したかったのではなく、ご祝儀集めが目当てのようだ。あとお姉ちゃんも来なかったし。まあそれは仕方ないよね。妹の私が先に結婚しちゃって逆にごめんって感じ。30歳目前で生き遅れのお姉ちゃんじゃ、キラキラした結婚式を見るのもきついってわかるし。でもご祝儀はちゃんともらわないとね。勝手な言い分に黙っていられない。ご祝儀はあげないよ。は？あやねの結婚をお祝いしたい気持ちが全くないからね。義理で3万円、いや1万円すら出してやるものか。おめでとうの言葉さえかけてやるのはもったいない。私やしおりを散々ないがしろにしてきたのに、こんな時だけ家族だからお祝いしろ、お金を出せなんて都合が良すぎるのよ。淡々と告げる。私から注意されることにすっかり慣れていた綾音だが、今回ばかりは適当に受け流せず声を震わせた。はあ？やば！マジでうざい！20代も半ばになり、結婚までしても中身は反抗期の子供から成長していない。怒りに任せてうざいと怒鳴る綾音は、私は頭が悪いですと自己紹介しているようなものだ。そんなにうざいと思うなら、私たちとは縁を切ってもらって結構。マサルさんだっけ？旦那さんとの新しい家庭を大切にしなさい。うざ！呼吸が荒い綾音に代わって今度は和俊が声を上げる。お前それでも母親か！最低だな！義母の亡き後も和俊が綾音を甘やかして取り返しのつかないほど歪んだ性格になってしまった。甘やかすだけだった和俊こそ子供の成長を阻害する最低な親だと私は思う。お前縁を切るって言ったな。その言葉マジで覚えとけよ。どういうわけか和俊はわずかに笑っているようだ。お前家を出てったんだろ。家に帰ったらお前の荷物全然ないんだもん。しかもテーブルには離婚届。驚いたよ。まあこれからマサル君もこの家に一緒に住むから、ぐちぐちうるさいお前がいないとこっちも助かるわ。どうせ家出のつもりだったんだろうけど、もう帰ってこなくていいよ一生な。ここで和俊は急に声を潜め、私にじっくりと言い聞かせる。お前も知っての通り、マサル君は社長だぞ。しかも優しくて綾音の言いなりだ。結婚式も同居も全部好きにさせてくれる。いやー本当に綾音はいい男を捕まえたよ。てなわけでお前はいらない。さようなら。それだけ言うと一方的に通話は切られてしまった。しおりは呆れ顔のまま固まっている。もっと騒ぎ立てられると覚悟していたから少し拍子抜けした。さてそれから1ヶ月後、なぜか和俊が私のスマホに電話をしてくる。結婚式の時みたいに着信履歴は和俊の名前で埋まった。どうやら私との離婚届は速攻で提出したらしく、離婚届の受理通知が早々に届いている。そのためすでに和俊とは赤の他人。今さら何の用だというのだろう。要件もわからずに着信履歴だけが増えていく不気味さに耐えられず、ひとまず電話に出てみることにした。ああ、トモコ。また怒鳴りつけられるのかと身構えたが、予想外にも和俊は弱々しい。いつ帰ってくるの？え？帰らないよ。離婚したよね。つい早口で答えた。
彼が離婚届を提出してまだ一月程度なのに意味がわからない。電話の向こうで長いため息をつく和俊の疲れ切っている様子が目に浮かぶ。多分、いや、絶対マサル君は IT 企業の社長じゃない。うちで同居を始めてからあいつずっとゲームしてるよ。いつ仕事すんだろう。あ、でも社長は仕事しなくていいのかな。トモコはどう思う？知らない。心底どうでもよくて適当に返事をした。和俊はまた長いため息をつく。なんかさ、マサル君に給料日いつって聞いても個人情報なんでって教えてくんないの。1ヶ月経ったのにまだ生活費とか出さないんだよ。なんかやっぱマサル君って。言葉を濁す和俊。私は頭に浮かんだ一言を遠慮なく口にした。ニートかもね。彼も答えは分かっていたけれど認めたくなかったのだろう。ひどく落胆してはあはあとため息が止まらない。あやねと同じだね。ゲーム依存のニートを二人も養ってご苦労様なこと。そんな。この結婚初めからおかしかった。親が言うのもなんだが、あやねは中肉中背の平凡な子で絶世の美女とはほど遠い。見た目だけではなく中身を好きになったとしても大学中退無職でゲームにのめり込んでいるだけのあやねのどこに魅力が感じられるのだろう。簡単に結婚相手を見つけられた時点で怪しい。なんかさ、マサル君に仕事行かないのって聞いたら、あやねが行ったら俺も行くって意味不明じゃん。あやねは関係なくね。俺からマサル君に仕事行けとかゲームばっかしてんなっていろいろ言っても無視すんだよ。ここはトモコからガツンと言ってやってくれ。長いこと甘やかし担当をしてきた和俊ではどうにもならないから、嫌われ役の私に頼みたいというわけだ。無理。きっぱりとお断りする。19年間あやねをガツンと叱ったり心から寄り添ったりしてきたが、その結果は自己中モンスターの誕生である。残念ながら私の子育ては大失敗。あやねと似たようなマサルにもガツンと言ったところで響かないだろう。あやねが社長さんと結婚なんて大丈夫かなと思っていたけど、同じニートでお似合いだったわね。安心したわ。あやねの方も何かしら嘘をついてマサルさんとの結婚にこぎつけたんじゃないの？そうね、そこそこ広い一軒家に住んでいるとか、しおりの経歴をさも自分の経歴のように語ったとか。雑な嘘に騙されてお互いに利用価値を見出しスピード結婚に至った。今はお互いの嘘なんかとっくにバレているけれど、養ってくれる人がいて好きなだけゲームができる。そんな環境さえあれば細かいことはどうでもいいのではないだろうか。だからか。結婚式でマサル君の親が息子をよろしく助かりますってすっげえペコペコしてたのは、クソ厄介者を押し付けやがって。ただ養うニートが一人から二人に増えてしまった和俊はお気の毒様。電話を切るとすぐさま着信拒否にしておいた。これで平和だ。そう思ったのもつかの間、さらに一月ほどした頃、なんと引っ越し先のマンションにあやねが押しかけてきた。戸籍を確認してこの住所を突き止めたらしい。面倒くさがりでゲームにしか興味のなかったあやねがわざわざ手間をかけてまで私に接触してきたことに恐怖を感じる。助けてお母さん。私が玄関ドアを開けるなり、思い詰めた顔で胸に飛び込んできた。切迫感を漂わせている。マサル君が怖い。お父さんも人が変わっちゃった。縁を切ってもあやねの悲痛な叫びに胸が痛くなった。もしや二人の男にひどい目に遭わされているのでは。あやねは私が聞くより前にギャーギャーと耳障りな声で現状を嘆き出す。最初はマサル君ゲーム上手だしいい相棒だったんだよ。だ
だけどさ、私より強いからってだんだん威張り出して。もう社長か無職かなんて疑念をすっ飛ばした不満を綾音はぶちまけた。リアルでもお前は無能とか言っちゃってんの。お父さんにやらせればいいのに私にコーヒー入れろとか命令すんだよ。マジでありえなくない？さほど怖くなくて肩透かしを食らう。ただ単に横暴な性格なのだなとしか思わない。綾音もなかなか気が強く、私や和俊を下僕かのように扱う時があった。だから今の立場は耐え難いのだろう。とはいえ子供の喧嘩みたいでくだらない。へえ、ありえないと思うんだ。ついこの間まで綾音が私にコーヒー入れろとか、コーヒーが熱すぎる、無能とか言っていたような気がするけど、マサルさんと綾音同じじゃない？それなら綾音もありえない人間なんだね。綾音はポカンと口を開けたまま硬直する。おお、よしよしと抱きしめて慰めてもらえるとでも思っていたのか。気持ち悪い。少しくらいは自分も同じだと自覚があったようで、ごくんと唾を飲み込んだ綾音。でも私は女だから、男と女は違うでしょ。男だと怖いじゃん。怒鳴りたい衝動を抑え、綾音は悲劇のヒロインを気取って涙を拭う。でね、お父さんもひどいの。いつも私がゲームで1位を取れば一緒に喜んでくれてたのに、今はだから何、いくら課金したって言うんだよ。マジでうざくない？和俊も余裕がないらしい。ひたすら可愛がり育ててきた綾音にまで優しく接することができないほど。なんでみんな変わっちゃったの？お母さんのせいだよ。みんな優しかったのに、お母さんがいなくなってからおかしくなった。お父さん仕事と家事で忙しそうだよ。助けてあげてよ。家事ならお母さんの方が得意でしょ。やっぱお母さんって家族の中で大切な存在だったんだね。ねえ、早く帰ってきてお母さん。綾音に懇願されて鳥肌が立った。お涙ちょうだいとばかりにすり寄られても、逆に心は離れていく。それ本気で言ってるの？ドン引きして尋ねたのに、綾音は私の手をギュッと握る。うん、うちにはお母さんが必要。綾音はまっすぐに私を見つめた。自分の気持ちばかりが最優先で、人の気持ちなど察することができないのだなと悲しくなる。私は帰らない。お父さんとは離婚したのよ。お父さんが困っているなら、綾音が家事をするなり働きに出るなりすればいい。そうすればお父さんにも余裕ができて、また綾音に優しくなるかもしれないよ。下手に出たのにまさか拒否されるとは考えていなかったのか、綾音は口の端をピクピクと震わせた。は？お前のせいだって言ってんじゃん。元はといえばお前が結婚式に来なくてご祝儀も出さなかったからいけないんだ。結婚式費用はご祝儀払いにしてたのに、お前が100万持ってこないから。そんでお父さんが借金したっぽい。お前のせいじゃん。責任取れよ。完全に集金目的であったと暴露する。当てにしていた私のお金が入らなくて借金とは呆れた。披露宴なしの挙式のみなのに、その代金すら持っていなかったことに驚きを隠せない。元はといえばねえ、それなら言わせてもらうけど、どうして借金なんてしたのかな。お父さんも普通に働いているのに数十万の貯金すらなかったってこと？どうしてだと思う？肩で息をする綾音は今にも私に襲いかかってきそうだ。そんな圧に屈することなく、私は冷静に問いかける。綾音の返事はない。答えがわからないようだ。それならいつか義母がやっていたように答えそのものをズバリ教えてやろう。綾音、あなたが全部使ったからだよ。は？100円のお菓子だけじゃ満足できない子供だったもんね。我慢を知らないあなたが、おもちゃだゲームの課金だと使いまくったせいで
お父さんの収入は消えていたの。貯金なんかできないよ。あやねが成長するほど高額なものを欲しがるようになり、いつしか和俊は生活費を一切入れなくなった。和俊の収入はすべてあやねのために使われ、私の収入で生活が成り立っていた状態。これに感謝もせずに和俊は小遣いもくれないと、むしろ不満を抱いていた。彼の中でも私は圧倒的に悪者だったのだ。そんな金に意地汚い私から、優しい社長を装ったマサルに帰省先を変えたものの、実は無職で大誤算。よって和俊はいつもイライラしているらしい。同情の余地がなさすぎる。そんなこと知らなかった。私は悪くないじゃん。そう、じゃあ今事情を理解したよね。ゲームばっかりしてないで、家族なら助け合いなさい。当然のアドバイスをした後に、勘違いされては困るから一言付け加えた。私はもう離婚しているし、縁も切っているから頼らないでね。怒りをにじませつつも呆然としているあやね。彼女の背中を強く押して家から追い出した。今度こそあやねとの関わりを断ち、穏やかに暮らしたい。けれどその願いは叶わずに、あやねはもう一波乱巻き起こしてくれた。お母さん、助けて。あやねの首をひっ捕らえて、和俊が我が家に突撃してくる。バレている自宅から引っ越しておけばよかったと後悔しても遅い。一体どうしたの？あやねにだけ甘々だった頃の面影はなく、和俊の濁った目は怒りに満ちていた。こいつ、浮気して慰謝料なんか請求されやがった。つかみ上げていたあやねを玄関に放り投げる。玄関タイルに顔を打ちつけたあやねは力を込めて首を左右に振った。違う、私は家族のために新しい旦那さんを探してたんだよ。マサル君は働かないくせに態度でかいし、新しい旦那さんを見つけたらあんなやつ捨ててやるんだ。努力の方向性を間違えたようだ。そんで誰かで構わず手出して、男たちの嫁から慰謝料請求されたんだろ。お前バッカじゃねえの。珍しく和俊と同意見。あやねはふてくされて唇を突き出す。今度は失敗しないようにちゃんと何人かと付き合って一番いい男を見極めてたんだから。それに独身の男より既婚の男の方が間違いないと思わない？やっぱいい年して独身はやばい確率高いもん。私なんかおかしいこと言ってる？本気で訴えるあやねが恐ろしい。おかしいところばかりだ。和俊があやねの頭上から吐き捨てる。で、男どもの嫁にバレて慰謝料ってか。しかも5人から。どんだけバレてんだよ。笑えねえよ。あやねは幼少期から容量のいいところがあったが、まさか5人も同時進行で浮気して結婚相手を見極めていたとは驚いた。簡単に浮気するような男は結婚相手にふさわしくないという考えにまず至らなかったことが残念。でもお父さんだっていつもマサル君にぐちぐち言ってんじゃん。マサル君嫌いなんでしょ？だから私、お父さんのために他の人と再婚しようとしたんだよ。私悪くないじゃん。宇宙人の話を聞いているような感覚になってきた。自分と他人の常識が同じとは限らない。けれど、あやねの思考はどうしても理解不能だった。和俊は頭をかきむしって感情的に怒鳴る。ああ、もう、お前の育て方が悪かったんじゃねえの？俺は知らないから、お前がケツを拭いてやれ。私悪くないもん。ああ、昔からこうだった。あやねが学校で同級生の香り付き消しゴムを盗んでいた一時期を思い出す。かたくなに罪を認めないあやねと、私に丸投げする和俊。私だけが、すみません、すみません、と必死に頭を下げた。またあやねのために謝罪。
なんてしてやるものか。私はもう綾音の代わりに謝らない。大人でしょ。自分の尻は自分で拭きなさい。なんだかんだ言っても私が守ってくれると綾音は信じていたらしい。青い顔で思考を停止させた。カズトチはプププッと小さく笑う。うわ、綾音かわいそう。お前それでも親かよ。っていうかマジで綾音のこと切っちゃっていいわけ。孫を埋めるのは綾音だけかもよ。勉強しかできないしおりは老後のあてにならないだろう。ショックを受けて気を失いそうな綾音を前にして和俊は軽口をたたいた。それでも親かの言葉を返したい。ご心配なく、しおりはもう結婚しているよ。え？あなたや綾音を家族として認識していないから報告しなかっただけ。職場で出会った男性と幸せな家庭を築いているよ。老後のあてにはしていないけど、私の引っ越しの手伝いもしてくれる優しい旦那さんなんだ。和俊の口が嘘だろと動いたが声は出なかった。勉強も恋愛もしおりは真面目に取り組んできた。その結果がこれだね。しおりの恵まれた現在を知り、綾音はもちろん和俊も戦意喪失。ずっと勉強だけしか取り柄がないと見下してきた相手が幸せになっていた。それも綾音らが取り逃した幸せを手に入れていたのだ。悔しいのか情けないのか、とにかく苦々しい表情でもだえながら私の前から姿を消した。その場では一旦逃げたけれど、後からまた慰謝料の肩代わりをしろと命令するつもりだったらしい。でも残念、私はさっさとあのマンションを引っ越した。どこにいんの？綾音の慰謝料払ってやれよ。二人の電話番号は着信拒否にしてある。マサルのスマホでも使って電話をかけてきたのだろう。うっかり出てしまえば怒涛の攻撃にあった。まだ私に頼ろうとしてるの？もう夫婦の縁も親子の縁も切ってるの。いい加減諦めて自分でどうにかしなさい。お前だけ逃げる気か？そう、逃げる。自身の害になる人物からは逃げて身を守りたい。逃げるよ。もう苦しめられるのはたくさん。私は最善を尽くした。でも綾音は甘やかしてくれるお父さんを選んで楽な人生を歩んだ結果がこれだよね。男性に養ってもらうはずが慰謝料地獄か。うまくいかないものだね。私が一切ひるまないと和俊は勢いを失い、もごもごと口ごもる。綾音も責め立てるスタイルから一変して泣き落としに入った。お母さん、私も反省したよ。お願い帰ってきて。あのね、うちの中汚いし、なんか臭いの。ゴミは捨ててるのになんで、やばいよね。でさ、せっかく出したゴミ袋が家の前に返されたりして、分別がどうのこうのとかわかんないよ。なんで近所のおばさんにまで嫌がらせされないといけないの？和俊まで便乗してメソメソする。そうだよ、智子がいないと生活が成り立たない。マサル君がわがままでさ、働きもしないのにゲームのパソコン、よくわかんない高いパソコンを勝手に買ってたんだよ。ありえない。超怒ったら水道代節約とか言って風呂も入んないんでゲームしてる。マジでありえない。どうやら綾音のさらに上を行く自己中な男性らしい。お困りのようだが、喜んで迎え入れたのは綾音と和俊。そう。でも私には関係ない。そんな、じゃあ俺の金どうしたら？もうお母さんしか頼れないのに。まだすがりついてくる声を無視して無慈悲に通話を切った。私の居場所はもう絶対に明かさない。しおりの居場所なんてもってのほか。完全に二人の前から姿を消して関係を断ってやる。その後、嬉しいことにしおりに子供が生まれた。
孫の成長を感じるたび、ついあやねと比べてしまう。やんちゃでいい、いたずらしていい、叱られたら大泣きしていい。でも母親や父親、私に愛されていることを忘れずにまっすぐ育ってほしい。またおばあちゃんの立場になって、義母の気持ちも少しだけ分かった。可愛い孫の喜ぶ顔が見たいから、つい甘やかしたくなる。特別にお菓子を食べちゃおうか。こっそり誘惑すると、孫はコクンと首をかしげる。あ、特別？ママに内緒？内緒だよ。しおりに抱かれながら、孫は目をキラキラと輝かせた。内緒のお話、全部ママに聞かれていると気づいていないみたい。玉の甘やかしは心の栄養になる。しおりの子育てを邪魔しない程度に、私も甘いおばあちゃんを楽しませてもらおう。私としおりはこっそりと微笑み合った。